カルロス・サウラは、スペインウエスカ出身の映画監督、脚本家。2002年のサウラ母親はピアニスト、兄のアントニオ・サウラは画家である。ティーンエージャーの頃には写真を学び、1949年から写真家としても活動した。1950年には 16mm カメラで、初の長編映画を制作した。アラゴン地方のウエスカからマドリードに出て、 一旦はエンジニアへの道を歩み始めたが、写真と映画への情熱から、1952年に映画調査研究インスティチュートに入学。映画制作の勉強に加えて、ジャーナリズム学校でジャーナリズムも学んだ。1957年にはイークを卒業し、日曜日の午後でスペインでの映画制作に必要な映画監督資格を取得。1958年からは、 イークで教弁を取ったが、1963年にはフランコ政権の検閲が原因でイークを離れた。在学中の1955年から短編映画の制作を始め、1958年にクエンカで長編映画監督としてデビュー。1962年のロスゴルフォースはマドリードの最新地区を社会学的観点で撮影した作品であり、 スペインネオリアリズムの形成を試みた。1966年の、カリと1968年の、ペパーミントフラッペで2度のベルリン国際映画祭、監督賞を受賞している。サウラと交際していたジェラルディン・チャップリン1974年には、10枚、アンヘリカで、第27回カンヌ国際映画祭で審査員賞を、フランシス・フランコが死去した後の1976年の、 カラスの飼育で第29回カンネ国際映画祭で審査員特別グランプリを受賞している。1979年のママは100歳は1980年の第52回アカデミー賞で外国語映画賞にノミネートされた。1960年代から1970年代にはスペインを代表する映画監督であった。1980年代に入り、 1980年には第1回スペイン映画国民賞を受賞した。1981年に急げ、急げが第31回ベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞。その後制作した地の婚礼、カルメン、恋は魔術師はフラメンコ三部作として知られる。カルメンは第36回カンヌ国際映画祭で芸術貢献賞を受賞し、 恋は魔術師はフラメンコの踊り手であるクリスティーナ・オジョスを題材としている。1988年のエルドラドはスペイン史上最高の制作費をかけた作品となった。1989年のラノーチェオスクーラは第39回ベルリン国際映画祭に出品された。1991年には 歌姫カルメーラで小夜賞の作品賞と監督賞を受賞。1992年にはバルセロナオリンピックの公式映像ディレクターに選出され、1993年にマラソンを発表した。2004年にはヨーロッパ映画賞の生涯貢献賞を受賞。2008年にはムンバイ映画アカデミーが主催する第10回ムンバイ国際映画祭で功労賞を授与された。 2013年、第18回ケララ国際映画祭で、功労賞を授与された。フラメンコやスペインの伝統的舞踊を取り上げた、作品を多く制作している。サウラは、ブーンはある、ワイラメサデルレイサラマンに対して、私が今までに制作した中で、最高の作品である。私はブニュエルもこの映画を愛すると信じていると、語っているサウラは3度結婚しており、4人の女性との、 間に少なくとも7人の子供を儲けている。1957年にはアデラ・メドラーノとバルセロナで結婚し、1958年に長男カルロス・サウラ・メデラーノを、1960年に次男はアントニオ・サウラを授かった。1982年12月27日にはメルセデス・ペレスと結婚し、1980年には長男を、1984年には次男を、 1987年には三男を授かった。この二人との結婚期間の間には女優のジェラルディン・チャップリンと交際しており、1974年後半には長男を授かっている。その後エウラリア・ラモンと三度目の結婚を行い、1994年に長女アンナ・サウラ・ラモンを授かった。ありがとうございます。